I want to sleep. いつまでも鳴り止まない急いも甘いも一回キスも愛して足りない何かポリマンの感情を浴びてます。なんか本当なんか2小節とかでいいと思うな。4小節どうなんだろう。コピーしてました、バンドが。え、曲は何やってたんですか。ステーキング。高校の時ですか。はい。いやだ、勝手に同世代だと思ってたんだけど。いくつですか、今。21です。21になる年ですか。私、早生まれで。あ、なるほど、なるほど。1月に21になりました。あ、なるほど。4つ違いだ。思い出一つ涙をしたい。そこなんかちょっと明るい感じというか、はい、ちょっとキュンポイントだと思うんで、ちょっとそれ意識しつつ。わかりました。はい。バカにしないでよ、もう僕ら。感じだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。デザインのあれですか。そうデザインされてる可能性はそれ広いんですか。それは。それもちょっとどのぐらいできるかというのを確認します。ダンボール感は否めない。そうだから、せっかくダンボールなんだったらちょっとなんか擦れてるとか。いやなんか秘密結社から送られた感ちょっと。でもまあ分かんない。まあそれでもいつかな感じはするけど、ね、今回ではない気はするけど、まあでもなんかちょっと聞いてみたいと思う、うん、僕は歌ってないでしょ、ギター持って。他のところは、あ、他のところは歌わないの。だって椅子から立ち上がり、髪型回転したらダイナミックに動かして気出す。ギター持ってやらないですよね。あの楽器とか持たなくていいんですよって話を監督としてたから。あ、そうなんだ。すごい意識的にやってくれてるから。あ、はあ、だったらまあここの一番ちょっとロックセクションというか、往年のロックセクションのところで、うん、僕がギター持って初めて歌ってるのとかあってもいいのかなと思っていました。だからそのわちゃわちゃ動けるように、そのちょっと気になった前もあったんですけど、わちゃわちゃ動けるように衣装は動きやすい服でとかになっちゃうと、ちょっとうんっていう感じっていうか、この衣装がある中でわちゃわちゃ動きましょうねの方が、まあこのテンション感らしい気がするんで、なんか動きやすい服でみんな楽しみましょう、わちゃわちゃしましょうだとちょっとうるさい絵になっちゃうかなっていうか。今一応前方からこの辺りどうでしょうかっていうのは来てるんですけど、どうですか。そうだから、この写真が一番イメージ近い雰囲気って書いちゃってるとあれだから、これが一番近いです。これが一番近くないです。これは構図です、あくまで。まあ明日髪が染まると結構見えるんじゃないですか、いろんな気持ちも大きい。これでいいと思って細かく変えていった方が、それってことは、クリーンと歪みとブーストしているやつを3回取ると向かいますよね。3回、まあ3回パートのパートのセクションが取ってあるんで、多分ラインだとまた別に取らないといけないです。いっぺん取れないの。いや、いっぺん取れないですよ。ライン取れるでしょ。取れないかな。アンプ鳴らしながらライン取れないの、ベースみたいな取れる、混ぜれるよね。構造を形作るために
アンプで撮って、まあ、細かいのはもう LINE で本当は作った方が今っぽいとは思う。なるほどな。で、りょうちゃんがキーボードが3種類だから、あの人が多分あの一番レコーディングする人でしたからレックっぽいレックをする人だと思います、りょうちゃん。ああ、はい、なるほど。じゃあここでさ、開放と一緒にこう鳴らすやつ。ドゥドゥドゥの後もなんか結構いろいろ言ってました。今日はプラクティス、プラクティスデイですね。リハですね。リハですね。今日はリハ、プリプロ、プリプロ、復帰の1曲目の曲ののプリプロ撮る練習確認フリーズしちゃったタイトルはニューマイノーマルでいこうと思います。ニューマイノーマル、ニューマイノーマル、ニュー中黒ノーマル、あ、ニュー中黒マイ中黒ノーマルです。カタカナ、カタカナね。あのマイニューノーマルとニューマイノーマルで迷ってたんだけど、まあニューノーマルっていう言葉が今の情勢だったりとか、まあいろんなダブルミーニング、トリプルミーニングも含めて、うちらも常ですよっていうのと、まあそのニューノーマル、まあでもマイニューノーマルってちょっとさすがにニューノーマルが過ぎかなみたいなことも、まあ造語っぽい方がいいなと思って、ニューが頭につくのがちょっとなんかマイノーマルっていう言葉がないからっていう話やね。ニューマイノーマルで。何か欠けてしまったことへのこう、なんだろう、心の穴だったりとかっていうのは、まあ、僕らはそのグループ編成としてそれをあの経験をしたけど、やっぱり生きていくとそういうのって絶対あると思うんですよね、うん、やっぱり何か欠けていったり誰かとお別れをしたりとか、自分の大事にしていたものがこう壊れちゃったりとかっていうのを繰り返すことがこう人生であるというふうに、まあ、現在の僕は思ってるんだけども、なんかそうなった時にこう、うん、新しさにこう順応していくことってやっぱすごい僕は苦手だし、得意な人いないと思うんだけど、なんかニューマイノーマルっていう言葉で掲げるとちょっとなんか僕自身ちょっと前向きになれるような気がしたというか、なんかこう開けた気持ちになるような、まず響きだし意味もとってもいいなと思って、だしとってもシンプルだし、ニューマイノーマルっていうこと、まあスタートっていうのがね、ファーストでこうそれでデビューをしたんだけども、じゃあ次何だろうとかって考えてた時に、リスタートでもないし、なんかこうなんかひねりがあるものが欲しいなとかっていう風にちょっとこうカウンターで考えてたところがあるんだけど、なんかそんなことを考えてた自分がちょっとこうバカバカしいほどに、ニューマイノーマルいいじゃんみたいな、例えば、何か、何コードだ、枯れない何かをこの先も探していたい。小説感かな。はい、ごめんなさい。それぞれのパートが、みんなの弾いてるそれぞれのパートが立つ。そうそうそう。フレーズがあって、でもきらびやかっていう。サビでね。それは確かに、フレーズ1の頃とはちょっと違うのかも。確かに今日いっぱい聴いて、そうだよね、本当にありがとう。雰囲気と曲の、ね、意味合いとか、ちょっと落とし込んでるし、2年間休止をしている中で、まあ、この曲で世の中にもう一回出てくっていうのが、そんなに気張る必要は自分らないと思いながらも、まあ今日のリハをしてみて、倉子君は本当朝一で本当申し訳ないんだけど、ね、でもそう、あ、いけるなっていう確信が僕の中にはあったので非常に楽しみです。なんかこの曲すごく自分は2人に対しても、夏彦さんに対しても倉子君に対してもなんかありがとうの気持ちを持ってすごくやりたいなっていうふうに思った。頑張ります。本当ですね、それだけです。本当によろしくお願いします。いい曲にしようで、うん、いや、ね、本当いい演奏するか、夏彦には本当にせいクラカツさんと夏彦にはビビいいんだけどね。いきなりこのタイミングでクラカツさんとお夏にはお夏めっちゃスラッピース酒浴
あともうちょっとで倉和くんがベース弾くところ。危ない危ない。かっけーめっちゃ寝ます。レコーディングはなんとも思わないですね。あ、僕どっちも。え、レコーディング見れない人？寝れない。え、興奮しちゃう？ドキドキする。嘘。ありえない。なんでよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてこう外側からミセスグリーンアップルっていうのを見たときに、きっともっとこうであると分かりやすいよなとかっていう、またちょっと違った視点で見れるきっかけにもなったんで、だから緑だったりとかアップルだったりとかっていうのがここでしっかりとさらわれるというか、かなり分かりやすい。だその分かりやすく寄っちゃうとやっぱポップすぎちゃうんで、そういう意味でちゃんとその攻めの部分っていうのは持ち合わせていたいなっていう中での多分コンセプトことだと思うんですよね。じゃあ丸2で、はい、すごく楽しみだし、すっごく緊張するかもしれない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。書いたらさ、皆さん、はい、わーい、わーい、わーい、祝先日の開幕おめでとうございます。出港だ、出港。さっきまでの A とはちょっと雰囲気が違うんだよっていうのが、なるほど、もうちょっと早めに出てきてもいいかも。わかりました、ありがとうございます。だから聞いてる人はちょっとハッとするような多分ぐらい戻ってきちゃっていいと思うんだよね、うんうん、なんかその戻るよっていうきっかけの合図のフィールがあった方がいいか、それとも急にパッてか、いや、なくっていいんじゃない、うん、突然、うん、びっくりになった方が余計いいみたいな感じ。オッケーオッケー、はい、おねしゃす、おさっさっす、ドン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 とかさ、うんうんうん、なんかちょっとこう、変化があるだけでもいいのかな、ドン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 めちゃくちゃ良かったね。またにー。ああ、もうまあでもそこはまあそうなるもんだよね。はい、みんなで。そうですね。なんかそっちも三から八で。美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。おいしい、いただきます。いただきます。特殊だな。りょうちゃん食べて、いちご。ありがとう。押し付けなくてもよく、俺ダイエット中なんだよ。リアだとどうなの。はい、じゃああれでね、 C' の2段目の3小節だけでね、3小節目だけ取ります。べっちゃんで3小節目だけだよね。はいはい、寝てたみたいな顔しちゃったけど半分寝てたみたいな顔してた。全然まだだ、ね、弾いてましたね。まだだもんね。まあ今から寝ようと思います。寝るか。若井さんどうすか、復帰一発目のレコーディング。そうですね、まあ楽しんでやれたらいいなと。変わってね。一発目のレコーディング終わりましたね。寝ます。Thank you.
音はどうですか？音色歪みすぎ？後半とかはちょっとあんま目立たないなと思う。目立たない現状が？どこ？目立ちすぎ？なんかちょっとそうなってるからちょっと縦っていうか、うん、カッティングのラインが見えないんじゃないの、もしかしたら、うん、歪みすぎってことね。ちょっとロックバンドすぎるかも。うーって言って何なんだろうこれ。これかな。うーって最後いるんですよねギターが。頭の 1,2 小節目が他の弦に触れちゃってる。どう？一回聞いてみます。はい。あたてて。いいんじゃない？うん、ありがとうございました。いいじゃん。今もう一回レイヤー確認していいですか？はい。はい。ああ、もうちょっと気持ちいいところに行けるはーず。ああ、これ弾きづらいよ。ペダルちゃんがさ、ごめんなさい、もう一回いきます。レミファシャプ？レミファファオウ。あーあー、ラスサビの最後2小節間言っていいですか？なんかコードがいっぱい動くところ、はい、前がもたりすぎてるというのもあります。よさげ、よし、お願いします。とてちゃおー、じゃあ私帰ります。頑張ってね。お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れちゃんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お疲れ様。おーい、終わりましたね。終わりましたね、無事に。さらにパワーアップしてましたね。2年間の時を経て止まらない。いやー、すごかったな。でもやっぱりでも B だもんね。 B だもんね。もう言えないぐらい疲れちゃった。僕らの真実を抱いて、枯れない何かをこの先も探していたい。抱きしめすぎる前に、僕はいつか気づけます。ミセスの曲で、あの弦入れることが多いんですけど、毎回レコーディングで聴いた時に鳥肌が。
何回聴いてもやっぱりすごいですね。素敵だし、今回もこういう復帰フェーズ2が始まる時の大事な曲っていう、とても弦が素敵な音色で支えてくれてるなと思いますね。なんかだんだん命吹き込まれてる。そうですね、本当にどんどん躍動していく感じがしますね。ペグさんどこ行ったの？ローに直接干渉するともしかしたら耳中で歌いにくくなるかなと思っていて、それはなんかちょっとこうもうちょっと引っかかるぐらいリミッターの原因を上げちゃうとかでちょっと肺を抑えるとかそんな感じなのかな。まあでも一応がなってる感じが強くなるのは多分半音上げた方ががなってると思う。だからちょっとパンチ、声のパンチは半音上げの方が単純にいくと思うんだよね。でも演奏とかもギターとか結構クイッて上げてる感じじゃないですか、うん、だからまたちょっとボイシングがこうなんていうのちょっと変わったりとか、まあそうだね、ベースとかも例えば分かんないけど下行けるところは行くとかすれば、まあ、重心はちゃんと下がって聞こえるかなと思って今単純にクーって上がってるからちょっとこう肩が力む感じがあるじゃない音にね。ああそれは全然気にならなくなると思うんだよね。いやなんか思いはぶつけられましたか？思いちょっとなえなんか通りましたけども、でもこの2年間が全て意味のあることだったんだなと思えるようなこうレコーディングして思いましたね。そういう風に僕は曲の難易度的にはどうですか？難易度ですか？難易度としてはもう最上級ですね。ミゼスの中でも最上級に難しい曲ですね。やっぱ僕もすごく苦戦しましたけども、でもとてもいいギターが弾けたんじゃないかなと思います。すごく元気とも若いともうなんか毎日ずっと一緒にいたし連絡もずっと取り合ってるし、お互いの気持ちのうちもちろん分かってるつもりだったんだけど、今回の曲のテーマを聞いてなんか元気の本当の気持ちをこう感じた気がしてすごく嬉しかったというかなんか、うん、いや率直に嬉しかったですね。どうでしょうね、やっぱ反応見てからじゃないですか。世の中に放たれてからどう感じるかだな。今はなんかただただこうなんていうのかな、完成っていう感じじゃないですねまだね。でもなんかやっぱライブとかでこの曲を歌って完成する感じしますけどね。やっぱりね、うん、なんかだからレックもそうなんだけど、で MV 撮影とかすごい楽しみだし、うん、
でもなんかやっぱこの2年間その復活するにあたって自分って復帰一発目どんな曲書くんだろうみたいなのをちょっとどこか他人事のように思ってたけど、あーこの曲なんだなっていう実感がなんかやっぱ今日は湧きましたね、すごく、うん、あーこの曲かっていうのと、それにこう、あいい曲だなっていう風に単純に純粋に思えたから、今日はすごくいい日でしたっていう感じかな。はえよ、おでこ出すのがどうかだよね、ちょっとこれを出さない感じでこういう、そうですね、あでそうですね、それができたら一番いいと思 う、 そ う、 そう、これがここ、うん、おでこ、ガチおでこ NG、 ガチおでこ NG なんで、全部がちょっと、どうですか。アーティスト写真ってなんか言ってしまえば潜在写真に近いというか、そういうこの時点での僕らですよっていうような、そういう割とこうコアな部分での表現だと思ってるんですけど、コンセプト写真っていうとこの作品に対しての僕らのビジュアルイメージですよっていうことだから、なんか潜在写真ではないというか、なんかこう世界観の一個だと思うんですよね。フェーズ2コンセプトフォトって言ってるんで、フェーズ2っていうものの考え方がこういう感じのフォトですよっていうものであってとかかな、そこが決定的な違いかもしれないな。これ絶対なんか一人でなんか絶対喋ってるんですよ。柔らかいポジションではあったんだけど、柔らかい雰囲気ではあったんだけど、やっぱりこの3人っていうバランスになった時の柔らかさとかフェミニンさっていうのはまた全然違うもんなんだなっていうのは今日やりながらもちょっと感じちゃった。試せるようになって、最初の方は結構決め込みでカメラマンさんともユキとか話してたけど、途中で一回なんか全部取っ払っていろいろ試してみたら見えてくるものがありました。キラキラしていて輝かしくてこれからの未来が明るいみたいな、誰が見ても幸福になれる、誰が見ても笑顔になれる MV を作りたいっていう話から、すごいすごいそういう漠然としたところから打ち合わせが始まって、一緒の交番ですか。同じ交番の場所で、絵として同じヘアメイクがまた来るっていう意味です。はい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 、でも歌ってることがね結構ね落ちてるセクションじゃないですか、うん、サウンド的にも落ちてるから、あのそうです、ね、結構ナチュラルでいいと思うんですよ、うん、そうだよね、だからちょっと前髪降りてるとか、うん、ナチュラル、あまり手を照らすところではないですね。そうで逆に言うと2番が一番多分ぶっ飛んでていいと思ってるんで、うんうんうん、でもあくまで本当イメージなんで全然あの、うん、良き感じにって感じですね、うん、っていうのがまあ大盛りイメージ、うんうん、まあ、りょうちゃんは結構いろいろ僕いけると思うんですよ、長いから、うん、確かに、うん、まあ、ちょっとこう後ろで引っ張ったりとか、長いし、まあ、耳かけたりとか、まあ、いろんなアレンジ聞くと思うんですけど、若いが俺ね、そうですね、まあ、若いもまず多分一個おろしがあるよね、うんうん、おろしの若いでも僕がわーって熱弁したのは本当そのぐらいなんですよね。うん、ラストとかすごいなんかクリスマスとかイルミネーションを見てる時みたいな、そういうあの独特な興奮と独特な高揚感が欲しいって話をしたりとか、あとなんかこう楽器を弾いてないシーンが全然あってよくて、うん、でビジュアルもみんなすごいこうなんか攻めててよくて、でカラフルでみたいな、でもカラフルって言ってもなんかごちゃ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 ってしてるんじゃなくて、なんかこうなんだろうな、ちゃんと品のある感じ、まあ、それがだから三原色になってたりとかきっとするんだけど、うんうん、そういう話をもうわっとしましたね。でもなんか曲作ってる時からなんかリップシンクのイメージとか、ここってきっとおちゃらけながら歌うんだろうなみたいな、そういうイメージは頭の中にあったので作りながら、それをただただ伝えていった感じですかね。